どうもー、どうもに、何でも食べちゃう、スタミナ食べちゃう、どうも文人です。箸ひげ割り箸だ、すでに割れている。なぜならこれ何回も洗って使ってるから。グワッグワッ茶ひげ。はい、つわけでね、今日はねものすごいスタミナのあるね、そして野菜とか入っててね、あと海鮮のわかめも入ってる、すごいスタミナ、ラーメン、健康スタミナ海鮮ラーメンを作ります。はい、材料はまずこれです。わー、これはね、1個ね、88円のね、ラーメンです。安いです。はい、これだけだとなんかもうカップ麺、またカップ麺、またカップ麺っていうぐらいでね、あんまり健康そうに見えないけど、こいつをね化けさせます。まずはこのね、ほうれん草と高野豆腐の入ってるね、お得用の簡単便利なわかめも入ってる海鮮ですね、そうネギも入ってる。はい、こいつを足してね、わかめを増やすことによってボリューム感も出します。そしてね、なんと極めつきはスタミナといえばニンニクですね。このニンニクね、これだったら、日持ちするんでね、乾燥してるし、しかもこれね、ちょっと食っちゃったんだけど、まだ結構ありますね。158円ですね。でっかいやつ買ってくると、まあそれなりに値段するけど、加工しないやつ、加工するのがめんどくさいけど、これはただ入れるだけみたいな感じです。まあもう脳がきはいいからね、もうどんどん作っていきましょう。まずはこいつ開けます。はい、開けます。はい、開けたらここも開ける。はい、具はねエビとかいろいろ入ってるから、これだけでもエビとか入ってるから、これだけでも海鮮ですね。はい、さらにね、この健康的なほうれん草とね、あと、豆腐、そしてね、わかめ、さらに海鮮を足していく感じですね。はい、海鮮っつってもね、まああれですね、呪術廻戦の廻戦ではないですね。なんかもうみんないろんなところでね、そのダジェで言ってるから、なんだまたお前も言ってんのかよみたいな感じになっちゃうけど、まあ誰でも思いつく呪術廻戦と廻戦は誰でも思いつく、しょうもないダジャレです。はい、ちょっとこれくらい入れました。はい、もうエビとねわかめでね、めっちゃ海鮮ですね。そしてさらにこのスタミナをね、入れちゃいます。あんまりスタミナ入れるとね、スタミナでね肉体がバーンってなっちゃうんでね、とりあえずこれくらいにしましょうか。はい、これくらい入れます。はい、もうちょっと入れるかな、あーどうすかな、これくらいにしとこう。はい、そして、これだけだと完成じゃないです。なんとカップ麺っていうのはね、お湯を入れないと完成しないんでね、夜間に汲んだね、夜間の水、はい、そいつをね夜間に沸かした夜間のお湯、はい、熱湯気がめっちゃ熱々ですね。この熱々、このクソ熱い夏にね、クソ熱いあの夜間のお湯で入れたカップ麺最高。そうしたらね、3分待つわけですけどね、3分待つのもだるいんで、熱い、しかも熱いしね、だるいんでね、もう多分ね10秒か20秒経ってるんでね、もういいと思うんでね、早速、食っていきましょう。もうわかめもねめっちゃ増えてると思うんで、はい、ああ美味しそうじゃないですか。はい、出来上がってます。はい、というわけで強引にね、ちょっと硬い、俺は片面が好きだからこれぐらいいいかもしれないですね。はい、ちょっと混ぜてね、はい、混ぜましょう。まあ尺の問題もあるんでね、3分とか待ってらんないですかね。はい、と言いつつもう1分ぐらい経ったんじゃないかな。はい、じゃあ早速食っていきましょう。まずはこの麺の部分ね、熱っ、やっぱ熱々の湯で入れただけで熱々ですね。うん、ちょっと倍方の片面が好きなお麺だったね。美味しいラーメンですね。でわかめ部分、はい、海鮮ですね。うん、美味しい。エビも入ってるけど見つかんないから、まあ後でゆっくり行く。あったあった、エビですね。大型の俺が AB 型のエビを食う。はい、
卵も入ってですね、はい、もう栄養抜群ですね。ほうれん草は見つかんないけど、まあどっかにあるでしょう。高野豆腐、あ、落ちちゃった。ニンニクがどっか行っちゃいましたね。まあ多分この中にニンニク入ってんでね、スタミナもりも、もうニンニクのエキスとかもね混ざってると思うんで、あとはねこれ一人でね全部食ってね、スタミナをねもっとつけたいと思ってね、この動画はこれぐらいにしたいと思います。それではスタミナスタミナスタコラサッサミナ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 皆様。